皆さんおはようございます。今日はですね、12月3日で、今朝の6時を回ったところなんですが、昨晩はですね、冷えましたね。今朝はですね、霜で一面真っ白なんですが、月齢的にはですね、昨晩は半月ぐらいで、あまり条件はね、良くなかったんですけども、まあ空がね、快晴で、雲一つないいい天気だったので、まあ結果はちょっとね、わからないですけども、撮影をしてみました。で、今ね、外に出てきまして、小屋の中ではですね、ずっと私が寝てる間もね、ダーク撮影をずっとパソコンとカメラがね、頑張ってしてくれてまして、で、今からね、ファイルの開始をして、で、空もね、いい具合なんですよ。いい具合の曇り空なんで、今からね、フラットファイルのも撮影していこうと思います。寒いですね。これだけ寒いとですね、カメラのノイズは少なくていいんですけど、いや、寒いですね。それでは小屋に行ってきます。改めまして、こんにちは、フーシーです。あっという間にですね、12月に入りましたね。もう寒いんですが、皆さんお変わりありませんか？前回の動画の後、何回か撮影を行ったんですけども、まあ赤道儀自体はですね、そんなに悪くないかなっていう印象です。とはいえですね、今赤道儀に乗せているのが焦点距離 2000mm のシュミット火星グレンと、それに APS-C の EOS をつけているんですが、まあ、フルサイズ換算で 3200mm になるんですよね。さすがにですね、 SX 赤道儀に焦点距離 2000mm っていうのは荷が重いのかなっていう気もしないでもありません。撮影中のガイドはですね、見ているとそんなに悪くはないんですが、まあなぜかですね、出てきたファイルが結構星が流れるんですね。で、それもですね、星自体が流れるというよりも、一コマ一コマですね、あっち行ったりこっち行ったり、映像が定まらない感じなんですね。これが一体何なのかなと思ったんですけども、これ多分ですね、使っているガイド鏡のパワーが少ないんじゃないかな。今これですね、使っているのが焦点距離 190mm のアクロマートなんですけども、まあセンサーサイズがね、小さいオートガイダーなので、まあだいたいフルサイズ換算で 1400mm から 1500mm ぐらいになると思うんですよ。今まで GP 赤道儀で使っていた時は、まあメインの望遠鏡が 500mm ぐらいのものだったので、まあ、大体ね、このガイド鏡でも十分だったんでしょうけども、ただ今載せているのが 2000mm の焦点距離のシュミット火星グレンに APS-C のカメラなんで、まあガイドパワーがですね、メインの望遠鏡の半分ぐらいしかないんですね。例えばですね、ガイド望遠鏡の方で1ピクセルのエラーが起きたとすると、メインの望遠鏡ではその倍ずれるわけですよね。ということは、どんなにガイドが正確にいっても、なかなか星が天井には映らないんですね。それを改善するためには、まあガイド望遠鏡を長いものに変えるか、あるいはオフアキシスガイダーを使ってメインの望遠鏡からガイドにね、光を取り込むか、あるいはレデューサーをつけて望遠鏡そのものの焦点距離を下げるかっていう、いろんな選択肢があるんですけども、一応ですね、レデューサーを注文して、まあ現状 F10 なんで撮影するにはちょっと暗いんですよね。まあそういうのもあっ
て、まずオフアキシスガイダーを試す前に、リデューサーをつけてですね F6.3 にして撮影してみようかなというところで、今共栄産業さんの方にね注文して、まあ納期がねいつになるかっていうことをちょっと確かめてもらっているところなんです。まあ今回はその2000ミリの焦点距離のまま撮っているので、やっぱりね星があまりねピシッとしてない。まあこれは焦点距離が長いっていうせいもあるし、まあシーイングが悪い中で長時間録音してるっていうのもあって、星が肥大しているっていうのもあって、まあ一概にねガイドエラーだけが原因とも言えないんですけど、もちろんちょっとピントも甘いんですけどね。まあその辺がねレデューサーをつけることで改善するのかどうかっていうのも、まあ次回ちょっと試してみようかなと思うんですが、まあとりあえずはですね今回2枚ですね、作品っていうことのレベルのものでもないんですけども2枚撮影したので、まあそれをね出していこうかと思います。いかがだったでしょうかね。まあ従来ですとこのくらいの焦点距離になれば、まあ高橋の JP 赤道儀とか、まあ今風で言えば EM400 ぐらいのクラスのものが必要になるような、まあものすごい望遠の撮影なんで、まあそれがですね SX 赤道儀でできてるっていうことだけでも、まあ奇跡的なんですけども、まあそれもですね最近のオートガイドがいかに正確かっていうことの表れでもあるんですけども、まあそのおかげでですねエントリークラスの赤道儀でも、まあこれだけのものが撮れるっていうね、まあすごい時代になったなと思いますね。ところでなんですが、一番最初の映像でちょっとおかしな部分があったのに気づかれた方がいらっしゃるかと思うんですけども、ドアの鍵なんですが、やっちまいましたよ。いや、まさかとは思ったんですけども、小屋に鍵を閉じ込めてしまいまして、いや、深夜にですね、気づいて、自分の家の小屋をですね、バールでこじ開けるっていうね、なんか泥棒みたいなことやったんですけども、まあ、なんとかね、鍵だけ壊して、ドアを開くことができたんですが、まあ、おかげでね、こんな感じになってしまいました。まあ、とりあえずね、ドアを閉めることはできているので、まあ、このまま使ってるんですが、まあ、いずれね、鍵取っ替えなきゃいけないなと思いまして、いやー、我ながらなんてことをしてしまったんだと思いましたけども、スペアキーもね、一緒にしたまま使っていたんですね。何を考えていたのかわかんないんですが、皆さんもですね、くれぐれもお気をつけください。まあ、そんなところでですね、今回の動画はここまでなんですが、次回はですね、先ほどくれたレデューサーがもし届けば、それを使って撮影をしたいかなと思っています。まあ冬の星座もね、まあ昇ってきていて、オリオン座とか、あとは一角獣あたりのね、星座綺麗に出てますんで、まあ倍率をね、下げた状態で星雲なんか撮れればいいかな。まあそれでもですね、焦点距離レデューサーをつけても、1200ミリ、
APS のカメラだと、だいたい1800から2000ミリぐらいになるんで、まあオリオン座とかはね、ちょっとね、大きすぎますよね。馬頭星雲あたりですかね。あの辺だったらまあ、馬頭のアップぐらいは撮れるのかもしれないですね。ガイドが安定すればですけど。まあ、そんなところでですね、以上、今回の動画ここまでになります。次回はいつになるかわかりませんが、1ヶ月後か2ヶ月後ぐらいに出せたらいいなと考えております。それではご視聴ありがとうございました。